はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。モンスターハンターワールドやっていきたいと思います。今回はアンジャナフの狩猟をやっていきます。で、集会場なんですけれども、集会場番号ですね、毎回ちょっとやるときにはツイッターの方に、ここのエリア番号を貼っておきますので、まあ、もしよかったらね、ここから入り込んで、一緒にプレイできればなと思ってます。まあ、とりあえず今誰もいないんでこのまま行きましょう。まあ、せっかくなんでね、救難信号は上げていきますか。まあ、ソロでね、やる方が多分、モンスターの強さは弱いと思うんですけど、まあ、せっかくなんでね、もし誰かが入り込んでくれれば、まあ、野良で一緒にやっていきたいと思います。じゃあ、スタートということで、まずはね、食事をしましょう。食事はね、クエストに出た後でも食べられるんで、おすすめ定食でいいかな。体力がめっちゃ増えるね。ここでね、飯をこいつが作ってくれます。あとね、飯食うときね、兜取るんですよね多分。いつもショートカットしてるから食べてる姿は見たことないんだけど。で、あと支給品は回収していきますか。あ、投げナイフがあるのか。麻痺だけとか持ってくればよかったなと思ったけど、アイテムボックスこっから、あ、いけるね。ちょっと麻痺だけを回収して、8個しかないのか。で、リストから調合で、多分これでね、毒投げ麻痺ナイフみたいなやつだっけ。麻痺投げナイフ、調合素材が足りません。え、麻痺だけを3つ使うってこと。無理だわ、そんないっぱいないわ、麻痺だけ。じゃあ預けていくか。何か他にありそうなの。毒天狗だけも10個しかないからな。ニトロだけとか持ってってもね、状態異常にしたいからね、どっちかっていうと。まあいっか、じゃあこのまま行きましょう。で、救難信号は打っておきます。これでね、途中参加ができるんで、まあ、誰か入ってきてくれるかどうかはちょっとわからないですけど、まずは痕跡を探さないとダメかな、アンジャナフの。どこら辺にいるんだ最初。こっちか。マップを開いて、そうだよね、見えないよね、アンジャナフ。これにして、いないよね。やっぱ追跡のあれが溜まってないんだな。足跡からまずは回収していきたいね。蜂蜜をゲットして、こっち側かな。これはあれでしょう、ドスジャクラスでしょう多分。上に登っていきますか。あ、参加依頼が来ましたね。まあ、これ自動設定になってるんで勝手に入ってきます。あと手動でも確かに設定できるはずなんで、参加させるかどうかみたいなの。ここに今1個追跡のあれがあったけど、1個だけかな。蜘蛛の巣貴重だからね、もらっておこう。ここは鉱石があるね。よし、マカライト鉱石、ドラグライト鉱石をねちょっと貯めたいんですよね。まあ、ここにはドラグライト鉱石出てこないと思うんですけど、どっかにないかね、痕跡。痕跡がね溜まってないとね、ちょっとめんどくさいんですよね。溜まってればね、もう始まった瞬間いきなり追跡を始めてくれるんですけど、アンチャノフはねそんな何回もやってないからね。あ、いた？違う、アプケノスだっけ。あ、アンチャノフ、あ、いた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 、こいつだ。
もうマインドボイスを食らった。あ、ちなみに武器はチャージアックスで来てるんで。まずはあれを貯めていきましょう。ピンゲージを。よし、赤っぽ。これダンスリター段差だね。乗れそうだね。一回ちょっと乗っておきたいよね、あれ。来た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 。この位置だったら乗れるか。全然ダメだ。ちょ、なんとかさんが来たね。ちょっと読んでらんない、クエスト中だから。特にダメージは出ないな。ショートカットでねアイテムをね選べるんですけど、ちょっと慣れないっすよねまだ。あとこいつこいつ、これをね吹っ飛ばすとね回復してくれます。あれ、なんか来た。アンジャナムが来た。こいつら戦闘始めるかな。あ、戦闘始めたね。どっちかっていうとさ、アンジャナムにダメージが入ってほしいんだよね。ドツジャグラスじゃなくてさ。こういう時って何、攻撃してるのか。300ってすごいよね。ほら吠えまくるな。ほら、で、そろそろ回復したい。やばいやばいやばい。食われた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 。いいで、あ、来てくれた。頼む、ヘイトを集めて、ヘイトを集めてくれ。俺は今ピンチなんだ。人に頼り切るしかない。回復完了。乗りたいね。ほら、よーし。一応ダメージが1入るっていうね。周りがあれ赤くなったらこうしがみつかないといけないんで。そう、吹っ飛ばされたーって。リンガーでね元に戻るっていう。あスタマナにはまってるし、スタマナにはまってかつ乗り状態でうまくいくとね、こう大技がね入るんですよね。大技が入ってかつダウンが取れるっていう、これはねいいよ。属性解放に、ほらピンをチャージ。あ、また誰か来た。また誰か来たね。アンジャノフは結構入ってくるね。どうしようかな。ちょっと研いでおくか。半分くらい減ってるから。あれ、ツタにはまってるこいつ。また、あ、もったいないもったいない。一発でも当てて去ってったか。ツタがねどこにあるかとかまだ全然把握してないですからね。とりあえず飛ぼう。でもう追跡をしてくれるんで、このまま光虫みたいなのを追っていきましょう。お、いるねー。あ、しまった。スタミナが完全になくなってた。いって、はまってるはまってる。ひどい。完全にはめられたんだけど。申し訳ないね。これまだね食事の効果があるのかな。ほら、お食事済みなんですよね。連続して食事をすることはできません。
じゃあ光虫を追ってまた行きますか。3人入ってるんで皆さんに任せましょう。こういうのは、あ、麻痺だけ回収しておきたかったけど、これね、左にアイテムが出るのがその光虫が発見したよってやつで、右が自分が取ったやつですね。最初これもね全然分かんなかったんだよね。そろそろかな。戦ってるね。おりゃと思ったら瓶が溜まってなかったから剣でいかないと。外れた。おりゃ、あれ、またドスジャグラスいる。食事が可能になりました。このタイミングでか。邪魔だマジで。対戦してるこいつら、よくわかんねえわ。ちょっとごちゃごちゃしすぎだよ。落とし物がいっぱいある。アンジャナフの落とし物、ちょ、落とし物回収しとこう。これがドスジャグラスの落とし物だね。よいしょ。おお、怒った。あ、乗った、乗りましたね。尻尾のところでサクサクやってる。こいつ尻尾って切れんの？お、飛び移った。吹っ飛ばされた。吹っ飛ばされてんね。おりゃ、あー、バイク欲しかった。エリア移動したか。今のうちに研いでおこう。これ以上メンバー参加できません。あれ、誰か来た。だって今3人しか入ってないよね。4人にしたはずなんだけど。おお、いる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 。あ、流星さん、流星伊達さんが来ましたね。流星伊達かどうかは知らないけど。なるほど、これで4人溜まったよっていうことか。いいねー。待機しよう。高級薬を飲みたいけど、やばいやばいやばい。これもね、あの本を食らうとね、ほぼ即死なんだよね、今の俺の防御力だと。ちょっと痛い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 。使うごとに回復しないといけないからな。やばいやばい。ちょっと回復モーションをカットしてでも。逃げなかったら死んでたな。なんで俺んとこばっか来るんだ。あっち行け、あっち。怖いねー。このね、炎にねかすってもね炎状態になるからね、火だるま。あー、怖い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 。もう一人の流星さんが駆けつけてくればだいぶ楽になると思うんだけど。またエリア移動したかな。特に研ぐ必要はないけど、少し地球用の携帯食事を送っときますか。これは何、合流したよってこと。ピコンピコンピコンって鳴らしてるけど。体験だね。で、
体を保っておこう。じゃないと、おお、こんな2発買ったら死ぬからね。そしてまたわけのわかんないやつが来たな、こっちに。もったいないけど回復薬グレートを減ったら使っていこう。これ落とし物かな、ドスジャグラスの落とし物か。クラスを狙ってる？そんなことないね。ほら入ってない、外した。あ、ドスジャグラス、もはやわけがわからん。ただになるダメージを食らってちょっとやばい。グレート、グレート、やばい、やばい、うわ、この炎状態になってるとねめちゃくちゃ食らうからね。あ、上の階来た。そして何気にね、あ、尻尾切ってる。俺も尻尾かろう、今のうちに。おお、いいね、尻尾を手に入れた。このバインドボイスかな。ミニ戦欲しいね、やっぱり。剣モードでね、ガードできるとはいえ、緊急的にガードはできないでしょう、この武器。ランスとかガンランスみたいに。さて追っていきましょう。おお、コウモリっぽいのが出てきた。いる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 。まだ炎含んでるってか、なぜさ、またさ、あのあいつがいる。あ、なぜか知らないけど、あ、ここあれかな、マヒガエルみたいなところがあるのかな。どういう状況、またあいつやられてる。滑りすぎた、滑りすぎた。こいつこいつこいつ、これね、なんかマヒの煙なんですよね。自分もマヒるんだけど、よし、チャンスだ。属性解放するよ。叩き込みたい。おら、またためなくては。これ落とし物、落とし物だね。あ、弱ってる。もうさすがに4人いると早いね。これは可燃石、スリンガーに装填できるんだよね、可燃石って。そういえば癒しの円筒みたいなの持ってたな。これを設置してあげるか、みんなのために。俺ができることといえばそれくらいだ。ん、こっち、こっちじゃなくね。そうだね、戻ってきたね。大体ね、人についていくとね、自分が間違ってたとしても人のことを信じきっちゃうからね。これどこだ、どういうルートだこれ。あ、今光虫がいたな。回収しとけばよかった。寝てる、寝てますね。癒しの円筒みたいなのって別にこいつは回復、こいつっていうかモンスターを回復しないよね。
りでは回復しながら戦える。ここね、ここここ、先行弾みたいなのを撃ってくるんだけど、撃っちゃった、撃ったひどいひどいけど回復するよ俺は。おら当たらない、何こいつ、なんで上行ったり下行ったりしてんだ来るぞまた、ああ癒しのエンドの効果消えてしまった。雑敵が多くてわからん、またピンを足りなくて、うお、ここでこれかい、狭いからね、痛い、やばい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 、回復優先、俺の方に来てるか、だから大丈夫なはず、狭いとこだとマジハマるからね、あ、ピンにチャージすんの忘れた、これやって貯めて、よし、ちょ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 、狭くないか狭くないかこんなとこじゃ逃げ場がない、もうちょっと、わ、来た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 、ここはもう無理なんだって、突進されたらかわせないから、行った？そろそろ倒せそうだけど一応研いでおきますか。おおめっちゃ明るくなってる、このまま上で戦うか、角度で特性回復に当たるか、当たってない、あ、乗ってる、え、ちょっと待ってちょっと待って、レウス無理だよレウス、おお今アンチャームに当たった、レウスはマジで無理だぞこれ、ゴーどうレウスが倒したあぶねえ、いやー、あのレウス直撃食らったら多分俺の防御力即死だからね、リオレウスの痕跡があるんだ、まあ、せっかくだから回収していくか、これもリオレウスの痕跡だね、俺は完全に燃えてるけどね今、なんかアンチャノフの足跡、あちゃあちゃあちゃあちみたいな感じになってるし、これ何今、あ、体験、体験のジャンプ攻撃か、ふう、これ完全にさリオレウスが倒してるよね、よし回収して、はい、というわけで、まあ第1回目はね、アンジャノフを狩猟してみました。とりあえずね、救難信号を打って4人集まったので、まあわりかし早かったかなと言っても結構時間かかってるか
まあそんなわけで、まあ、自分はね一応集会所作って、集会所番号貼っておくので、あのツイッターの方にね、まあ、もしよろしければ、まあ、そこから参加していただければと思います。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。次回はまた別のモンスターを狩猟していきたいと思います。